ついにレゴ公式から合体ロボのセットが発売されました。もうこれは文句なしでかっこいい。はい。みなさんこんにちは、自称レゴビルダーひろゆきだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴ忍者号忍者合体ウルトラメカスーツです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。もうはっきり言います、最高。はい。ついにレゴ公式から合体ロボのセットが発売されました。もうこれは超嬉しいです。ちなみにこちらは今年の元日に発売されました。先言っとくんですけど、僕はレゴ忍者号のストーリーとかは全くわからないので、今回これは完全ジャケ買いしました。はい。忍者号のロボはかっこいいのでめちゃくちゃ好きなんで、これは本当にいいセットが発売されました。ちなみにこちらのお値段は10,000円ぐらいだったんですけど、トイザラスの正月限定セールもあって8,000円で買いました。もうご覧ください、このロボめちゃめちゃかっこよくないですか。これ変形合体ロボ好きな人は間違いなくジャケ買いするロボですね。で、今回付属するミニフィグは全部で7体ついてます。はい、箱の後ろはこんな感じです。なんか昔のスーパー戦隊のロボのパッケージみたいです。今回こちらは4体合体ロボになってます。まず1号メカが忍者ジェット、2号メカがメカスーツ、3号メカが忍者カー、4号メカが忍者戦車です。今回それぞれのメカのデザインもめちゃめちゃかっこいいです。この4体が合体してこちらのロボになります。これ腕が4本あるので、ルパンレンジャー対パトレンジャーのグッドクルカイザー VSX っぽいですね。はい、それでは開けます。なんかスーパー戦隊のロボ開けてるみたいでめちゃめちゃ楽しみです。おお、めちゃめちゃパーツ入ってます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で10個と説明書とシールが入ってます。ご覧ください、この説明書めちゃめちゃ分厚いです。よっと、今回のこの動画どうしようかな。本当は1本でまとめたいんですけど、1本にまとめちゃうと僕のパソコンが全然動かなくなっちゃうのと、あとアップロードにめちゃめちゃ時間かかるので2本に分けたいと思います。まず今回の動画で2号メカのメカスーツと敵メカを組み立てて、2本目の動画で残りのメカを全部組み立てて合体させようと思います。はい、今回の動画ではこちらのメカスーツと敵メカを組み立てます。
はい、まずは組み立てが終わりました。お、このメカスーツなんですけど思ってたよりでかいです。で、あと付属する敵メカの造形も素晴らしいです。はい、それでは今からメカスーツにシールを貼ります。せーので、メカスーツと敵メカが完成しました。おお、今回のレゴ忍者号めちゃめちゃかっこいいですね。ちなみに今回は2号メカのメカスーツを作ったんですけど、どうあがいてもこのメカスーツ1号メカじゃん。はいなんか2号メカでレッドっていうのが結構斬新だと思います。僕の中で忍者号のロボめちゃめちゃかっこいいので、今回のメカスーツも超かっこいいです。ではまずは付属するミニフィグについて説明します。一番左がカイで、真ん中がボアデストラクターで、右がコブラメカニックです。はい、まずカイのミニフィグを全体で見るとこんな感じで、前に作ったサイバーメカスーツのカイと違って、今回は劣気とした忍者の衣装になってます。右手には金色の刀を持っていて、背中に赤い刀を背負ってます。そしてこのカイの顔はこのようになっていて、でさらにリバーシブルフェイスとなってますので、このように変えることができます。じゃあこのままヘッドパーツをつけると、はい、こんな感じです。続いてはこちらのボアデストラクターです。全体はこのようになっていて、もう一番特徴なのはやっぱ頭部のパーツですね。製品カタログ結構見てるんですけど、レゴ忍者ゴーの敵って結構動物系が多いですよね。そしてもう一個あって、それが両腕のクロウです。このクロウめちゃめちゃかっこいいですね。なんかボクサーみたいです。で、あとはこのプリントパーツの作り込みもめちゃめちゃすごいです。はい、そして最後はこちらのコブラメカニックです。全体はこのようになってて、コブラメカニックについてはボアデストラクターと比較すると結構シンプルですね。ただ胴体のプリントパーツの造形がめちゃめちゃすごいです。はい、続いてはこちらです。僕忍者ゴーはあんまよくわかんないので、これの正式名称もわかりません。もし知ってる方いればコメントでお願いします。全体をぐるっと見回すとこうで、色的にガンメタとオレンジ色がめちゃくちゃ目立ってます。敵のメカってこういったガンメタが使われているのがすごい渋くてかっこいいです。このメカは足の部分がボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。で、あとハッチの部分がこのように開いて、でさらに後ろのキャノン砲もこのように動きます。で、この敵メカはミサイル発射機能があります。今まではスプリングシューターだったんですけど、今回はこんな感じになってます。では発射させます。はい、こんな感じです。威力はスプリングシューターとほぼ一緒ですね。ではこちらのメカにコブラメカニックを乗せます。で、このままハッチを閉じれば、はい、こんな感じです。あ、なんか個人的に合体ロボの上半身に見えちゃうな最初の方にも言ったんですけど、レゴ忍者号のメカってめちゃくちゃ精密にできていてすごいかっこいいので、これもめちゃめちゃかっこいいです。はい、では続いてはこちらのメカスーツを見ましょう。もうこれは文句なしでかっこいい。はいいや、もうさすがレゴ忍者号ですね。やっぱロボとメカめちゃめちゃかっこいいです。側面はこのようになっていて、裏側はこんな感じです。今回のメカスーツなんですけど、側面が結構結構でかいです。てっきり平べったいのかなって思ってたんですけど、まあミニフィグ乗るってことを考えたら、まあこれが標準ですかね。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが上半身部分です。この上半身部分の造形めちゃめちゃかっこいいですね。こういったパーツの使い方や表現の仕方があるので、なんかすごいかっこいいです。腕はこのようになっていて、腕の造形についてはいつもの忍者ゴーとまあほぼほぼ似てますね。個人的にこの腕ちょっと細く見えちゃうなはい、そして下半身はこのようになってます。今回の下半身めちゃめちゃごついですね。で、しかも足がこのように綺麗に自然なハの字立ちをしているのが、さすがレゴ忍者ゴーだと思います。あ、ちなみに言い忘れてましたが、こちらのメカスーツは合体した時に胴体になります。まあ、いわゆるこれはコアロボです。僕結構コアロボ好きなのでめちゃめちゃ嬉しいです。では可動範囲について説明します。このメカスーツなんですけど、めちゃめちゃ動きます。まず頭部は動かないんですけど、肩アーマーがこのように動いて、腕がボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。こんな感じで広げることもできます。そしてここの部分がクリックになってますので、このように動いて、でさらに手首も回転して、指もこんな感じで動きます。そして足はこのように開けて、でさらにここもこのように稼働します。で、あとはここを引っ張ればこのように膝も動きます。そして足首はボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。
なのでこんな感じで稼働することができます。これ本当は仮面ライダーカブトの回し蹴りっぽく撮りたかったんですけど、足がここまでしか動かないので回し蹴り後のポーズになっちゃいます。それでもここまで動くのは本当に素晴らしいです。付属する貝を乗せます。ちなみに乗せる際は背中の刀は取り外しておく必要があります。まず頭部ハッチを開いて、操縦席はこんな感じになってますので、ここに貝を座らせます。でこのまま取ります。はい、乗せてみるとこんな感じです。でもこれ箱の後ろの通りに貝がちょっと見えないかな。ちなみにこれ座らせてるんですけど、座らせちゃうとこんな感じになります。じゃあ次は立たせてみます。はい、立たせてみるとこんな感じです。やっぱこれは立たせた方がバランス的にも結構ちょうどいいので、これは立たせた方がすごいいいです。はい、そして最後はこちらメカスーツの武器です。この刀のパーツ超かっこいいですね。では持たせます。はい、持たせてみるとこんな感じです。やっぱ武器あるだけで全然雰囲気が違います。これ両手持ちできるかな。これちょっと両手持ちは厳しいかな。はい、こんな感じでめちゃめちゃかっこいいポーズも決まります。ちなみにこのポーズは激走戦隊カーレンジャーの必殺技を放った時の RV ロボです。はい、そして敵メカと並べるとこんな感じです。やっぱ敵メカがあることでめちゃめちゃ雰囲気が出ます。ちなみにこれ組み立て説明書で敵メカを作った後にこんな感じで敵にすごい苦戦してます。でその後3体のメカが集結して変形合体をして、最後は敵メカをあっけなく粉砕します。1回敵に分けて合体して敵に勝つという展開がめちゃめちゃ熱いです。はい、ということで、レゴ忍者号合体ウルトラメカスーツの2号ロボのメカスーツと敵メカを組み立ててレビューしてみました。今回のメカとロボがめちゃめちゃかっこよかったです。まず今回のメカスーツがめちゃくちゃかっこいいのと、思ってたより稼働するので、これはめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。で、あとこちらの敵メカの造形もかっこよかったです。次の動画では、残りの3体のメカを組み立てた後に、ウルトラメカスーツに合体させます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。